トッカータとフーガに単調 BWV565 はヨハンゼバスティアンバッハが作曲したオルガン曲であり、数多いバッハのオルガン曲の中でも特に人気の高い作品の一つである。演奏時間は8から12分程度。トッカータ部の演奏時間は3分足らずで、強烈な旋律で始まる。全体的に急速であり、重厚感を併せ持つ。それに続くフーガ部は、 四世帯で書かれてはいるものの対戦率の性格が弱く、他のバッハの風画と比べると比較的単純な構成になっている。楽奏が絡み合うような濃厚なものではなく、強弱をつけながら連なり出会うといった簡素なものであるが重厚感は強い。演奏の難易度は他のバッハのオルガン作品と比較すれば平易である。本作はもともとはバイオリン用で、後に オルガン用に編曲されたという説もあり、復元を試みバイオリン独奏用に編曲した版ンによる録音もリリースされている。この作品には、偽作説がある。一般には、バッハの最も初期の作品と言われているが、他の風画とは異なった趣を持ち、また、曲の規模の割に内容が平易であるといったことも、得意である。偽作説の根拠は、などが挙げられる。 ロルフ・ディートリヒ・クラウスロルフ・ディートリヒ・クロースは、この曲の作者を、チューリンゲン地方のオルガニスト、ベーター・ケルナーとしている。なお、風画主題の前半は、ブックステ風でのオルガン作品、前奏曲と風画に単調ブークスプリング・ウィズビー140に見られる。カール・タウジヒ、フェルチョ、ブゾーニ、マックス・レーガーらの編曲が、ピアノで演奏されることも多く、 レオポルド・ストコフスキー編曲の還元楽版もある。ありがとうございます。